はい、今日はこれです。札幌一番塩ラーメンなんだけどね、なんだこのパッケージ、緑なんだよ。ペペロンチーノ風、芳醇なオリーブオイルの香り、札幌一番塩ラーメン。麻布十番ピアット鈴木、鈴木何翔平さん、ひと手間アレンジ、ピリッと辛くて大人の味わい、白ワイン大さじ1杯、500ml を沸騰させ麺を茹でる、最後に黒胡椒。なんか変わってんね。あらかじめ特製スープを器に入れておきます。 500ml で沸騰させて3分間茹でる。鍋のお湯を器に移してスープを溶かす。麺を移して軽く混ぜる。白ワイン大さじ1杯。これでもノンフライ麺って書いてないんだよな。お好みによりエビや野菜を加えてお召し上がりください。何が入ってるんだろう。エビ、キャベツ、ネギ。開けてみます。書いてあるのね、同じだけど白ワイン入れろとは書いてないね、これ、どうしようかな。今日は面白いからレシピ通りに作ってみようかな。スープ、これ粉スープです。オリーブオイルかな、調味料って書いてあるから、だけです。これを丼に入れておくんかな。白ワインって面白いね。これはね、鶏の胸肉で作った鶏チャーシューです。どうかな、火が入ってるかな。おお、大丈夫だね。今日ちょっと火を入れすぎたかな。でも赤いとこないから大丈夫。鶏の胸肉をね、塩麹でつけて冷凍しといて、それを電子レンジでチンしただけ。塩麹でつけるとね、硬くなんないんだよね、不思議に。今日は塩ラーメンなんで、この鶏チャーシューを使います。おいしい。これ入るかな。今日どうしよう、これ2枚ぐらい入れようか。もう少し。このね、鶏のね、だしのエキスが美味しいの。これはしまって、キャベツはどうしようかな。ネギもあるよね。キャベツ
ネギとキャベツ。塩ラーメンってキャベツ美味しいんだよな。よし。いっぱい入れちゃうからな。キャベツも入れよう。気持ち入れようか。ネギはどうしようかな。ネギあった方が美味しいかな。ブロッコリーもあるし、うん、今日はネギやめよう。よし、今日はこれでいきます。ペペロンチーノ、塩ラーメン、エビ、ブロッコリー、鶏ハム、キャベツ、メンマ、これで作ります。ここにね、白ワインを大さじ1杯って書いてあるんだよね。黒胡椒と。よし、これでいきます。こっちの袋にはね、書いてない。結構ポイントかもしれないね。お湯を500。これね、ノンフライ麺って書いてないんで、本当はね、スープを別に作りたいんだよね。でも今日はレシピ通りに作ります。500に白ワインを大さじ1杯入れて、沸騰したら3分間。残り、エビとブロッコリーとキャベツをちょっと茹でようかな。これだけ丼温めておかないと冷めちゃうような気がするんだけど。あ、唐辛子が入ってる。ペペロンチーノですね。オリーブオイル。麺と一緒に入れちゃって大丈夫かな。3分だから。よし、いきます。エビ、ブロッコリー、キャベツ。ここは温めて、白ワインを大さじ1杯。ね、このオリーブオイルがどんな感じなんだか。次回はね、この自分で作ってるニンニクのオリーブオイルをマシマシで食べてみたい。おー、ほぐれてきたよ。あと40秒。このキャベツを茹でるとね、キャベツのね、出汁がスープにね、移るんだよね。これがね、札幌一番の塩ラーメンの美味しさかもしれない。10秒だといいか。ちょっと早めに麺を入れて、スープを入れて、このキャベツとブロッコリー、エビ、キャベツ、はい、どうでしょう。あ、黒胡椒か。黒胡椒をかけて、これ
これで完成です。はい、今日はね、なんか新しい札幌一番を見つけたんで買ってきました。札幌一番の塩ラーメンなんだけど、ペペロンチーノ風オリーブオイルの香り。いただきます。うん、あ、ペペロンチーノ風だ。うん、普通の塩ラーメンとねちょっと違う。あ、黒胡椒とねニンニクが入ってるのかな。いただきます。おいしい。この小袋には書いてないんだけど、大きい袋にね白ワインを入れろって書いてあったんで、大さじ1杯の白ワインを入れてます。うん、なかなかいい。これエビが贅沢だよね。大きいエビ入れてんだけど、たまたまね冷凍のね大きいエビがあったの。これうまい。うまいけど普通の塩ラーメンとはねジャンルが違う。うん、ちょっとイタリアン、イタリアンの塩ラーメン、なんだろう、野菜の味が違うのかな。でも美味しいよ。あ、でも野菜の味するな。でもイタリアンなんだよね味が。なんでだろう。美味しい。なんかラーメンじゃなくて、まあ、確かにペペロン風だけど、ペペロン風だけどパスタじゃない、ラーメン。すごい不思議な味。それでねまずくないの、美味しいの。東京ラーメンさんのペペロンチーノにちょっと似てるな。うん、スープがねペペロンチーノ、うん、いろんな塩ラーメンの味を模索してんのかね。でも美味しいよこれ。美味しい。黒胡椒入れた方が美味しいね。うん、ぜひ食べてみてください。